天正10年1582年2月、織田信長の命にて織田信忠率いる武田征伐軍が動き出した。西信濃の木曽義政、駿河を指揮する姉山梅雪などが織田の調略で武田を裏切ると、統率の効かなくなった各地の武田家臣団は四分五裂となり、当主武田勝頼はまともに迎え撃つこともできず、天目山にて自刃。わずか2ヶ月にて名門甲斐武田家は滅亡となった。一月遅れで信忠軍を追う信長はその知らせを身の手知り、4月中には武田領の配分を済ませると、柴田勝家、滝川一益らに引き続き上杉討伐を指示。次は西へと目を向け、信忠と共に安土城へ帰還した。信長の動きは早く、三男信孝を総大将、副将には丹羽長秀、蜂谷頼高、さらには雑賀衆や久喜水軍を編成した2万を超える部隊に四国征伐へと向かわせ、信長は備中高松城で毛利主力部隊と対峙する羽柴秀吉の援軍要請に応じ向かうことを決める。こうして織田の主だった将が各地へ遠征する中、信長は最後の地となる京本能寺へ向かうのであった。あ、兄上、この水攻めは聞いておった以上に悲惨な状況ですな。うむ、このような策を思いつくのはどうせあの作詞であろう。名は播磨の小寺家臣で、何と言ったか姫路城代だったものでしたな。そうそう、播磨姫路城代を務めたやつで、早くから織田家の傘下に入るよう主に申しておった。羽柴秀吉に両兵衛ありと言われたもので、それよ、その兵衛がつくなよ。黒か白かといえば黒いやつでしたな。おう、そうじゃ、腹黒い黒田官兵衛じゃ。ご名答。ご名答じゃない、知っておるならはよ言わぬか。これはご無礼。しかしあの包みを人が作り出したのか。聞くに大量の黄金や米をばらまいて人気を集め、12日間で築いたそうだ。羽柴秀吉め、三木城といい鳥取城といい、隅に物を言わせた戦い方を躊躇せず実行してくるやつ、こういった相手が一番厄介じゃ。いかにもですな。石井山に羽柴本陣を構えるこの陣形を見る限り、我らと決戦をするつもりなど微塵も感じ取れぬ。ごめん、吉川様、羽柴秀吉からの書状が届きました。おう、噂をすればじゃな。どれどれ。毛利軍副将吉川元春殿、織田家筆頭武将、中国遠征軍総大将、口車戦法を奥義に持つことで知られた羽柴筑前守秀吉である。な、名乗りが長いですな。こういった相手が一番厄介なのじゃ。高松城はご覧の通りじゃ。水かさは徐々に増しておるで、梅雨を終えた頃には城は湖の中であろう。しかし褒めてやらねばならぬのは高松城主清水宗春であろう。幾度の投降呼びかけにも応じず、最後まで毛利家のために戦うと申しておる。宗春のような忠義の将をここで死なせるのは毛利輝元公も本意ではなかろう。そもそもは毛利家と織田家は良好な間柄、されど将軍が毛利家に転がり込んでから歪み出しておる。夏には我が主信長が中国に入る。これは毛利滅亡まで戦は終わらぬことを意味しており、今ならまだ間に合う。どうであろう、我が織田家に服従、足利義昭公の将軍職返上、人質提供、美政か宝金出雲備中の割譲、この4件を全て飲んでいただけるのであれば、石見備後より西の五国は安堵といたそう。無論清水宗春以下城兵皆の命は取らぬ。助け船の手配は整えておる。良き頼りを待っておる。なんと横暴な交渉よ。されどあの武田家を二月で滅ぼしたと聞きまする。今この時であれば五国は所領として残る。半分の領土でも残ればよいという父の遺言のことを申しておるのか。そうです。将軍を担いだところでもはや誰も賛同する大名はおりませぬ。お家を潰さぬためにも手は早めに打たねばなりませぬ。じゃが公方様も絡んでくるとなると簡単にはいかぬ。まずは暗黒寺和尚に知らせ策を練る。まずは当主輝元では。そうだな。天正6年1578年、大阪湾で起きた第二次木津川口の戦いにおいて、毛利水軍が大敗した頃から毛利の勢いは低下していた。いや、毛利の勢いが低下したというよりも毛利への期待が低下したといった方が正しいかもしれない。そもそも毛利が天下を望んではならないという先代毛利元就の遺言もあり、重臣の足並みは揃わず、結果本願寺をはじめ摂津の荒木、三木城の別所、丹波の畑野や赤井、
鳥取城など組織的援軍に動けないまま高松城の水攻めに至っていた。武田家滅亡が毛利の降伏を得る絶好の好機と捉えた羽柴秀吉は、信長が来ることを脅し文句に毛利輝元を下らせる策に動き出した。その秀吉は高松城東の石井山に本陣を置き、信長からの使者を待っていた。しつけえな。おい、正則、またぬか。清正、何があったのじゃ。正則がまたも高松城に溜まった水汲みで魚釣りをしていたので、それを石田殿がやめさせようと。あの二人はいつもああじゃな。毎度困っております。そうじゃ、冠山城の戦いではせがれが世話になったな。いえいえ、長政殿はさすが官兵衛様のご着手、見事な初陣にございました。わしは足をやられて不自由な身じゃ、槍で子はつけてやれぬで、せがれを鍛えてやってくれ。はっ、拙者の槍作法でよろしければ。では追いかけまするゆえ、ここで。若いもんは元気じゃの。まことですな。毛利側からの返答はまだよの。まだ数日しか経っておりませぬからな。信長様からもいつお越しになられるかの知らせが来ぬが、毛利には夏には来ると言ってしまったで。もしや信長様が来ることに焦った毛利がてな、高松城の救出に早めに動いてくるのではと。そうじゃ、この高松城西の岩崎山には援軍の吉川元春隊4000、その南の久志山には小早川で掲げ隊3000、猿掛城には4万もの輝元率いる毛利本隊が入ったと。この本隊が来られてはさすがに。本隊の数は持っておりまする。持ったじゃと。信長様にこの数で伝えてしまったぞ。はい、四国の長宗我部討伐も動き出しましたゆえ、このくらいの数で伝えておかねば信長様も本気では動きますまい。わしにくらい教えておいてくれ。申し訳ございませぬ。秀吉様は素直なお方ゆえ、危機感を持っていただいた方が信長様に伝わるかと。そうかもしれぬが。殿、安土城の織田信長様より書状が届いておりまする。噂をすればですが。うむ。秀吉、毛利輝元が4万や5万で高松城の援軍に入ったとのことよの。数で勝る毛利軍に羽柴兵の士気は上がらず、高松城を落とすのも困難と申してきたが、今の毛利に5万もの兵を動員できるほど国衆はまとまっておらぬ。ましてや今は田植えの時期じゃ、多く動員できて2万がいいとこ。わしに見えすいた嘘を申すでない。勘弁。さすが信長様ですが。されど毛利を締め上げるのは武田を滅ぼした今が好機でもある。聞いておろうが、四国征伐にも多くの兵を必要とするゆえ、中国地方に向かわせる援軍は限られるが、明智光秀、細川藤孝などの機内織田軍を差し向けることとする。追ってわしも向かうゆえ、せめて高松城くらいは落としておくのじゃ。よいな。ヒヤヒヤしたぞ。それがしも切腹を覚悟しました。何はともあれ、信長様のお越しで毛利との戦いも終わりが見えた。さようですな。その後の毛利領についての策ですが。いや、勘弁。それはまた別の機会といたそう。そうでした。こたびは羽柴が主役ではありませんな。そういうことじゃ。型の良い岩名じゃぞ。だからそこで釣るなと言っておろうが。しかしのどかですが。うむ、嵐の前の静けさでなければ良いのじゃが。織田も毛利も積極的に動かないまま、高松城の水攻めは継続された。一方、武田領の仕置きを済ませ居城安土城に戻っていた織田信長は、駿河を拝領した徳川家康や武田を離反し徳川の進軍をサポートした穴山梅雪、さらには供養として信長に同行していた近衛咲久などの面々をもてなすため安土城に呼び寄せた。信長はその大事な教皇役に明智光秀を任命していた。これは徳川家康様、駿河の拝領誠めでとうございまする。いやいや、わしは何もやっておらぬ。ただただ梅雪殿の言われるままに軍を進めたまで。それまでの根回しやってのこと、支度で戦は決まると申します。徳川様とは誠戦いたくない相手にございまする。それはご勘弁を。拙者こそ明智殿とだけは戦いたくございませぬぞ。ははは。して今宵は立派な角の兜を召された本田忠勝じゃな。あやつは外で番をさせておいた。ぬますと誰にでも一騎打ちを仕掛けるでな。代わりにこやつがわしの共回りじゃ。いつかは徳川四天王となってみせます。殿の懐刀こと井伊直政と申します。以後お見知りおきを。何が懐刀じゃ、偉そうに申すな。ならば殿の脇差しでいきます。それならばよい。はっ。
良いのですか。わしに認めてもらえれば喜ぶやつじゃでな。しかし、個性ある家臣が多いですが。何を申します。織田家臣団に比べれば、まだまだにございます。確かに。明智殿、今日ようやく大義ぞよ。これは、近衛様。ここまでの石段、大変でしたでしょう。古事に乗っておったで疲れてはおらぬが、担ぎ手は大変であったろう。古事でここまで、むしろ危険では。危険といえば、信長殿が律令制を改めるという話を耳にした。帝や朝廷の仕組みを変えるとなると、我ら苦行も困るが、国も混乱することになろう。それは、それがしも危惧しておりまして、微力なれど国の秩序が保たれるよう努めまする。近衛様が太政大臣を退任されたのは、殿に。そうじゃ、信長殿には太政大臣に、征夷大将軍には信忠殿がつくのがよかろうと、関白とも話をし、我は退任させていただいた。うまく話が持っていければよいのですが。明智殿にかかっておるぞよ。いが思うございますが、最善は尽くしまする。うむ。それでは、時が参りました。今宵は、遠路、安土城、本丸、戦場時期、御行きの間にお集まりいただき、明智日向守光秀、深く感謝申し上げます。これより、主、織田信長が参ります。うむ、皆の者、待たせた。織田信長様、信忠様におかれましては、宿敵武田家の見事な討伐、誠恐悦の極み。さらには、当家に駿河を拝領いただき、終着至極に存じます。ははは、家康、堅いの。今は宴の席ぞ。しかし、駿河は、かの今川氏が、都としてただけあってよい地である。駿府あたりであらば、山も海もほど近く、富士や鷹狩りも楽しめるであろう。はい、駿府はそれがしも気に入りました。日の元が収まりましたなら、駿府城を大きく改修し、そこで余生を過ごすのも良いかなと。うむ、夢を持つは良き心がけじゃ。そのためにも、まだまだ従わぬ大名どもを屈服させねばならぬ。東は上杉や佐竹、西は毛利に長宗我部、そして九州ですな。信長様に征夷大将軍のお話があると耳にしました。将軍になられれば、日の元の統一はさらに早くなりましょうぞ。将軍の、わしは将軍を信忠に与えたいとも思っておるのだが、未だ将軍職を手放さぬ者が林檎におるで、何ともなるまい。足利義明殿の将軍職については、帝のお言葉で何とでもなりましょう。信忠様が征夷大将軍であれば、信長様は太政大臣でよろしいですな。いや、苦行、先久子が見える前で申しにくいが、いずれわかることゆえ申しておく。わしは帝は神であり、国の象徴であるべきじゃと考えておる。祭りごとの長ではなく、象徴じゃ。象徴とな。うむ、この国を見守り続け、民から崇拝される存在。御所をなくすおつもりか。いや、今の京御所にお住まいいただけばよい。ならば朝廷もそのままと。それはなくす。なんと。無論帝をお支えいただく官職は残すが、国の祭りごとは異国に習い別の仕組みとする。簡単に申せば、律令国から新たな中央集権国へと変える。関白も大臣職もなくすと申すか。摂政や関白は帝の取り次ぎ役として残せばよいが、大臣以下、これまでの不行衆が独権としておった官職は全てなくし、新たな制度のもと、農民や武士、商人を問わず、全国より能力のある者がその職につき、国の祭りごとを行う。さすれば、議会や官職だの、くだらぬ者のために無駄な銭を使うこともなくなり、土地も全て中央で支配する上、大名間の争いも減る。我が国は、古く大和朝廷より続く律令国家であるぞ。信長様の申すことは、国の秩序を崩してしまう。ただ、国の祭りごと、朝廷から別に変えるだけじゃ。下々の暮らしは何も変わらん。いや、むしろ良くなる。困るのは公家衆であろうが、その公家衆が無能なゆえ、国がこうも乱れておるのだ。新たに幕府を開いたとて、根本が変わってなければ、同じことの繰り返しじゃ。むむむ、どうなっても知りませぬぞ。では、新たに祭りごとを行う地を、この安土にと。いや、ここではない。わしの中で、すでに決めておるのじゃ。海からの便がよく、京にも堺にも近い地。大阪じゃ。なるほど。本願寺との戦で荒れ果てては懲りましょうが、大阪の地ならば開けましょう。この足で、京から堺に向かう予定ですので、
ついでに大阪の地でも見聞しておきまするかな。うむ、見て参るがよいぞ。光秀、膳の支度を頼むぞ。は、では。おう、これは珍しい魚の。殿、毒味をせずとは危険です。拙者がまずは、もぐもぐ。これは、おかしな味がしまするぞ。何？光秀、どういうことじゃ。これは、川魚を、酒と醤油で漬けて、蒸し焼きにしたものにございます。京での地層の一つにございます。直政、毒味はもうよい。食べさせよ。はは。うまいではないか。香草と共に蒸しておるのだな。さすがは徳川様。おう、汁物には、三河の赤味噌。は、三河の国、岡崎の八丁より取り寄せた味噌。遠征続きで、久しく味わっておらんかったが、この気遣いかたじけない。ありがたきお言葉。さすが光秀。今日役、見事ぞ。はは。光秀に頼みがある。なんなりと。接待役はここまででよいで。丹波に戻り、戦支度を始めよう。丹後の細川藤高と共に、日中で毛利と対峙しておる羽柴秀吉の援軍に向かってほしい。秀吉殿は、確か清水宗春がこもる備中高松城を攻めているのでしたが。で、ある。秀吉は、5万もの毛利軍だと言ってきておるが、おそらくその半分程度であろう。城を水攻めにしたとも言っておったで、差し詰め、わしにそれを見せたいのであろうよ。では、明日朝にも安土を立ちまする。うむ、頼んだ。徳川家康ら一行の接待を終えた明智光秀は、次なる信長の命を受け、安土城を立ち、居城坂本城で重臣と合流すると、丹波の亀山城に入り、戦の準備に取り掛かった。一方、安土城での宴を終えた、元太政大臣、近衛先久は、京に戻ると、関白、兼、左大臣、一条内元の屋敷に向かった。関白、一条様は、お見えか。これは、近衛殿、信長殿と共にの不時見物はいかがであった。そんなのんきなことを話しておる場合ではない。おや、近衛様がお越しとは珍しいですな。蹴鞠でもしに参ったのか。右大臣もおいでならちょうどよい。蹴鞠は多い方が楽しいでの。遊んでいる場合ではない。織田信長殿が何を企んでおるか知っておるか。そなたは朝廷内で信長の腰巾着と揶揄されておるのだぞ。信長殿の企みなぞ聞いて誰も信じる者なぞおらぬ。ならば帝は民が崇拝する神に、そして朝廷は廃止、つまり帝を祭りごとから切り離し、信長殿が新たな国家を作るといえばどうじゃ。ははは、そのようなことを官職にもつかぬ織田信長にできようものか。いや、あの信長ならやってしまうやもしれぬ。いかにして。その昔、南北朝と呼ばれた頃があったであろう。もしや、新たな帝を擁立すると。別の帝を擁立させるのは最後の手段であろうが、国を動かすことができる力を持った信長なら何とでもやれよう。ならば我ら苦行はどうなるのじゃ。朝廷の廃止、すなわち官職をなくし、新たな制度で国の祭りごとを行うと言っておった。そして祭りごとを担うのは我ら公家ではなく、農民、商民、武士など才を持つ者がなると。たわけたことを。農民に祭りごとなどできるものか。できるできないではない。古くは大和より国を司ってきた我ら名門がそのような暴挙を許してはならぬということじゃ。されど帝に献上したとて、信長に征夷大将軍をと願ってもおるゆえ。そうじゃ、帝に働きかけるのは筋違いじゃ。なれど信長に物申せるものとなると。信長に物申すことはもはや不可能であろう。ならば信長に物を言わせぬようにすればよい。信長に物言わせぬということは。ああ、滅するほかあるまい。なんということを。暗殺なぞ叶いますまい。わかっておる。優れた忍び衆を持つ信長の暗殺は厳しかろう。されど手勢の少ない時を見計らっての襲撃であらば、数で勝れば倒せる。誰が襲撃をするのじゃ。クゲ衆がか。鉄砲すら扱えぬクゲどもが襲撃してどうする。それなりの兵を従える武将に頼むほかなかろう。そんな危険なことを受けてくれる者なぞおろうか。そうじゃ、うってつけの者がおるではないか。おう、どなたじゃ、申してみよ。この京に兵を引き連れても、
誰も疑わぬものといえば明智光秀殿じゃ。この者は丹波から兵を動かすと申しておったで。織田信長の狙う新たな中央集権国家とは、京都御所の扇町天皇を柱とする朝廷制度をなくし、新たに作る織田中央政権にて政治を行うものである。それを聞いた関白一条内元、右大臣二条秋真ら公暁は、今の職を失うだけでなくお家がなくなるという恐れも抱いた。それを阻止するには信長を殺害するしか手がないと決め、水面下で行動を開始する。同じ頃、武田討伐を終えた軍艦滝川一益は、残る武田残党を滅ぼすため信濃を北上し、深市城まで進軍していた。そこへ信長から御詰めを任されていた丹羽長秀が合流した。おう、丹羽殿、ご無沙汰じゃな。滝川殿の武勇は聞きましたぞ。あっという間の武田討伐には恐れ入った。何の何の、村人から勝頼が天目山に逃げ込んだとの報を聞けたが大きかった。村人からも見放されておったか。敵とはいえ武田勝頼、不憫なやつよ。まこと、長きにわたり甲斐の国を治めてきた名門武田家ですら、民に見放されてしまったら二月ともたず消えてしまうのじゃ。じゃが我らと手油断をしてはならずじゃ。ははは、当家と武田家では全く違うぞ。殿は信忠様に正式に当主の座を譲りになり、その信忠様はこの戦で名声を上げられ、誰もが認める織田家の頭となられた。さりとて人の心は読めぬもの。殿の敵は外ばかりではないかもしれぬ。油断は禁物じゃ。滝川殿は心配性じゃのう。してその殿は安土に着いた頃か。ああ、先日も安土城にて徳川家康殿や穴山梅雪殿らを招き、盛大な戦勝祝いの供応が行われたとのことじゃ。それはよかった。あの明智殿が接待役じゃで安心はしておったがな。明智殿に接待役をさせるとは、殿の力の入れのうさが伝わるの。九条の近衛様や賀十字様、そして東の要の徳川殿を丁重にもてなす必要があるでな。失敗が許されぬ役じゃな。わしなら受けたくないぞ。ははは、同感にござる。さてわしの舞台は明日北信濃の真田昌幸と会い、真田の道案内にて小津家に向かう。その後佐竹や上杉と睨み合うことにもなろうで、しばらくはお会いできぬであろう。そうであった、滝川殿は関東官兵でもありましたな。ははは、息をしていない幕府の役職をもらったところで何の足しになるかわからぬがな。丹羽殿はいかがするのじゃ。わしは殿の命にて四国軍の副将を務めることになったゆえ、摂津の石山に戻り織田信孝様と合流し、6月より淡路から四国に入る予定じゃ。そうか、四国か、全く逆方面じゃな。お互い苦労が絶えぬが、殿の描く新しい世がなせるまで精一杯努めてまいろうぞ。うむ、達者でな。織田の領土が拡大することで信長の重臣たちは東や西へ派遣されていき、安土城のある近江や京周辺には明智光秀の畿内軍が残るだけとなっていた。その光秀も中国地方へ援軍に向かうことが決まっており、すでに丹波へ入っている。この時信長を警護するのは安土城にいる2000ほどの直属の馬回り衆くらいであったが、信長はわずかな共回りだけを連れ、信忠と共に帝に拝謁するため京に向かった。その頃丹波亀山城で出陣の支度を進める明智光秀は、愛宕山の伊徳院で住職の行友煉瓦師里村城原を招き、煉瓦会を興行していた。では明智殿、北欧。うむ、ではご挨拶の句を読ませていただきまする。時は今雨がしたがる、さつきかな。ほう、まさに雨の山の今を力強く表現なされた。うむ、まさに今であろうかな。では脇の句をば。水上勝る庭の夏山、これでいかがでござろう。ここの庭から眺める初夏の山々を美しく表現なされた。それがしの陰湿な印象をあっという間に明るくさせてしまいましたな。明智様の申される通り美しくつなげられましたな。ならばその庭の池に目を向けたくで参ろうぞ。花をつる池の流れをせき止めて。愛宕百院と呼ばれることとなった煉瓦会を楽しんだ光秀は、その足で愛宕神社に向かうと戦勝祈願のおみくじを引いた。殿、おみくじの結果はいかに。うむ、
くじの結果は人に見せぬものじゃで。また引くので。うむ。どうも念じ方が悪かったようじゃで。それではおみくじにならぬのでは。良いのじゃ。うわ、今度は大凶とだ。今一度じゃ。困ったとのじゃ。そうじゃ、先ほど丹後の細川藤高様より書状が届き、昨日嫡男忠興殿と共に田辺城を立ったとのこと。山陰道に出て田島道を南下し姫路に入ると。うむ、藤高殿の件承知した。うわ、最強とは何じゃ。おみくじを何度も引いたかどうかは確かではないが、三井ではこれから始まる戦の戦勝を祈願すると亀山城に戻り、6月1日の出立に向け最終の準備に取り掛かった。一方、京に入った織田信長、信忠は帝へ拝謁し、武田討伐の戦果を報告すると、諸々の務めをこなし、信長の宿所である本能寺に入った。父上、あそこまではっきり太政大臣の職を断ってしまっては。わしが太政大臣になったとて歯向かう大名が従うわけではない。それは征夷大将軍を受けたとて同じこと。されど帝の意向を味方とせねば。で、あるな。すべての民が崇める帝を敵に回すことをしてはならぬ。当家は帝がおわす京、そして畿内を守る武家であり、それに抗うは逆賊。武田を滅ぼした今、あとは東の上杉、佐竹、西の毛利に長宗我部、ここらを従わせることができれば、毛利の庇護下におる将軍義明は自ら将軍職を辞任しよう。さすれば朝廷への献金は減り、おのずと苦行どもの力も衰退していく。つまり朝廷の権威を下げることで父上の定める新たな国の制度に移行していくと。で、ある。信忠はすでに岐阜で見ておろうが、それと同じことを全ての領土内で進める。わしが定めた単位で土地の広さを測り、米の量の基準を統一させる。さすれば税の徴収もたやすくなり、商いもさらに発達する。民がそれに親しめば、おのずと朝廷が定めしことなど誰も従わなくなろうて。苦行裏に睨まれそうですが。ははは、蹴鞠しかできぬ奴らにわしの野望は止められぬわ。信忠、流れは我らに来ておる。数年のうちに抗う大名も当家に屈服しよう。そなたは織田家臣団を束ねる長として励めよう。はは、わしは数日後に光秀の部隊を追うように秀吉が待つ備中へ向かう。信忠は信孝が向かう四国の情勢を見守るのじゃ。はは、では夜も更けましたゆえ明覚寺に戻りまする。うむ。織田信忠は父信長との話を終えると宿所の明覚寺へ帰っていった。二人は織田が支配する京に敵が向かってくるなどとは微塵も思わず、これからの織田のなすべきことを確認し合った。しかしこれが親子最後の会話となった。天正10年1582年6月の1日、丹波亀山城を出発した明智光秀は1万5000の兵を従い山陰道を東に向け進軍していた。そして山城の国との境の靴掛けにて後続の兵が到着するまで休んでいた。そこへ休養を知らせる使者が訪れた。宇野国家、承知したと伝えてくれ。はは、ではお頼み申します。何か急な知らせですか。うむ、秀光、急ぎ重臣を集めてくれ。承知した。殿、何かございましたか。うむ、信長様からの使者が参ってな。信長様は、我らの部隊と共に中国へ向かうとの仰せで、早朝に本能寺へ迎えに来てほしいと。されど、1万5000もの兵が京に入るは、領民にも迷惑がかかりゆえ、わしは1万2000にて。うむ、この戸賀の城南宮、まよかろう。ここで信長様をお待ちしようと思う。斎藤利光、明智秀光は残りの足軽を従え本能寺にて信長様をお迎えし、鳥羽までお連れしてもらいたい。本能寺ですが、わかり申した。では向かう兵の調整をしてまいりまする。うむ、頼んだぞ。伝言はおるか。はっ、ここに急ぎ10機を連れ先に鳥羽の城南宮に向かってほしい。1万2000の兵で信長様をお迎えするにふさわしき場を探しておくのじゃ。はは。こうして明智光秀は進路を東に変え、部隊を二手に分けると信長の待つ京へ向かった。進軍は夜中となり、桂川を渡る頃には日が変わっていた。天正10年6月の2日深夜、ついにこの日が訪れた。織田信長がいる本能寺は武装された兵で囲まれていた。何者じゃ。
明智日向守光秀様の使いで信長様のお迎えに参りました。殿守へとご案内いただきたい。卑怯門の旗差しは確かに明智隊ですが、殿はまだ眠っておられるで、お静かに入られよ。かたじけない。門番が明智光秀の迎えが来たと判断し、明智兵を本能寺内へ引き入れた。北門、南門から本能寺へ侵入した500ほどの明智兵は、信長の休む殿守を確認すると。よし、時は来た。躊躇はいらぬ、すべて討ち取るのじゃ。かかれ。何？明智の兵が何故？門は塞げ、何人も逃げさせるでないぞ。何やら外が騒がしいが。敵襲です。何？どこぞのものじゃ。卑怯の旗を確認しました。明智光秀殿の手勢かと。で、あるか。手勢はどこまで来ておる？すでに数百の明智兵がこの館を囲んでおります。光秀、抜かりないの。人間50年とは申すが、まさにその通りとなったか。乱、館に火を放て。少しでも敵の侵入を遅らすのじゃ。わしの首を渡すわけにはいかぬぞ。はは。本能寺には信長の側近や近従が100人ほどしか詰めておらず、まともな武装もしていない中、限られた弓や槍で必死に応戦する。やがて館のあちこちから火の手が上がり、みるみるうちに炎と煙に包まれていく。くそ、信長は火と煙に紛れ逃げる気だ。敵は軽装のものじゃ。足を見ればわかる。わらじも履かぬ者は躊躇せず切りかかる。信長、何をしてる。逃げるぞ。サスケか、よくぞここまでわしに仕えてくれた。話してる時間はない。逃げるぞ。この子に及んで逃げよと申すか。あの光秀が謀反したのじゃ。細川や筒井の軍も動いておろうで、今日から抜け出すことはできぬ。まあサスケなら可能であろうがな。ははは。笑ってる場合ではない。サスケに最後の頼みじゃ。明覚寺にいる信忠を救ってやってくれ。明覚寺は東の二条御所とつながっておるゆえ、御所でなら籠城もできよう。頼んだぞ。さらばじゃ。お、信長。くそ。信長は天命を悟ったのか、逃げる道を選ぶことはせず、信忠の命だけは救いたいと願い、炎の中に消えていった。その頃、本能寺に向かっていた明智秀光、斎藤利光の明智別動隊は、堀川手前の丹波口付近まで来ていて、今日より昇る煙で異変に気づいた。秀光殿、今日より煙が上がっておりますが、信長様のおられる本能寺方面ではないか。まことじゃ、あれは火事なのか。何にしても信長様に何かあってはならぬで、急ぐぞ。ですが、明智別動隊が今日での異変に気づくと、速度を上げ本能寺に向かった。しかしこの時すでに本能寺は殿守から本堂に至るまで火が回り、襲撃兵も迂闊に攻め込めないほどの状況となっていた。ここから先は一歩も入れさせぬ。炎が激しい。本能寺はここらでよい。次は織田信忠のおる明覚寺じゃ。信忠。あの煙は本能寺方面、土に何かあったのかな。ああ、ここにも敵襲が来る。急ぎ二条御所へ向かえ。敵は本願寺の残党か。いや、卑怯門の旗を持っていた。あ、明智殿か。とにかく急げ。わかった。織田信忠は敵に取り囲まれる前に異変を知ると、急ぎ臨戦態勢に入った。二条御所は扇町天皇の嫡男実仁親王が暮らしており、信忠はまず実仁親王の救出をするため、すぐ北に屋敷がある近衛先久を頼った。近衛様、ここへ敵が来る。すまぬが実仁親王を安全な地へ逃していただきたい。こんな早くから何の騒ぎじゃ。説明している暇などない。親王の身を頼んだぜ。わかりました。信忠様、駆けつけましたぞ。おう、村井殿、かたじけない。敵はおそらく500ほど。明智殿の謀反でござろうが。うむ、まこと信じがたいが、明智の企みであらば、すでに近江の封鎖もしておろうで、岐阜に逃げることもかなわぬであろう。摂津にいる信忠様や丹羽様の援軍が来るまで耐えるほかございますまい。で、あるな。信忠への使者を急ぎ放ってくれ。かしこまりました。信忠はわずかな手勢を二条御所に集めると、籠城戦に備えた。しかし攻め寄せる敵兵はあっさり門を突破すると、御所内になだれ込む。次の敵は織田信忠じゃ。かかれ。何としても侵入を防ぐのじゃ。斎藤利治の奮戦もあり、幾度と敵を跳ね返すも多勢に無勢であった。
火が回る前に信忠を見つけるのじゃ。ここから先は通させぬ。く、くそ、うぐ。利治殿が撃たれた。間もなくここに。ここまでということか。父もわしも失う当家はどうなってしまうのであろうか。誠に無念にございまするな。信忠様、それがしも音もつかまつりまする。よくぞ申した。信勝、信孝、先に行く兄を許してくれ。そして、これからの織田家を頼んだぞ。うぐ。さすがは信忠様、見事な最後ですぞ。それがしも遅れてはなりませんが。うぐ。まもなくして二条御所も炎に包まれ、わずか数時間で織田信長、信忠のツートップがこの世を去った。その頃、鳥羽の地にたどり着いたばかりの明智光秀に、ようやく京での異変の知らせが入る。十兵衛、なぜこんなことをしたのだ。サスケ、何を申しておる。本能寺が明智隊の襲撃を受け炎上、信忠は二条御所に入り籠城。バカな。信長様を迎えに行かせた秀光だが、そんなことをするはずがない。襲撃した兵は皆桔梗門の旗をつけていた。桔梗の旗差しじゃと。旗差しはすべて先に姫路に運ばせておる。明智隊が桔梗門の旗差しをつけているはずはない。これは図られたか。ただいま秀光殿の使者が入り、本能寺が燃えているから援軍をと。サスケ、信長様、信忠様はまだ生きているのだな。死は確認していないが、助けられる望みは薄い。わずかな望みに欠けるぞ。和紙を図った者は絶対に許さぬ。者どもを、桔梗の旗差しをしておる者を始末する。すぐにも京へ向かうぞ。敵は本能寺にあり。何者かの策にはまり、無本物に仕立て上げられたことを知った明智光秀は、信長、信忠の救出に京へと向かった。しかし、すでに京の都中で明智光秀謀反の噂は広がっており、もはやそれを覆すことはできない状況となっていた。この江戸の実人親王の保護、ご苦労であった。この騒ぎはやはり一条殿の仕業であったか。何のことでござろうの。差し詰め、西下か六角あたりの織田を恨む者に傭兵を使わせ、明智の旗差し物を持たせれば織田の兵も油断するゆえ一気に襲撃させたのであろう。あの時の話を誠に実行するとは。さてさて、世には存ぜぬことであるが、明智光秀の謀反で信長の遠征は幻となった。我らにとっては都合が良いことであろうかの。ほほほ。信忠殿まで狙うとはやりすぎじゃ。さてさて、この江戸の朝廷は明智殿を支えねばなりませぬぞ。あの者やら朝廷を重んじておるゆえ、機内を治めることもできよう。甘いですぞ。明智殿の謀反と知れば、織田家内の重臣が仇討ちに動くでしょうから、今日もまた荒れることになりましょうぞ。そうならぬよう、我らも働かねばならんぞよ。ほほほ。その頃、京に入った明智光秀は、炎上する本能寺、二条御所を目の当たりにした。そして、明智兵を装った敵兵は姿を消し、京には本当の明智軍のみがいる状況となっていた。この炎の中では、信長様、信忠様の捜索は不可能にございまする。うむ。敵の姿も消え失せておる。残すは安土城への逃亡に成功していることを願うしかない。急ぎ安土へ向かうぞ。はっ。信長、信忠が脱出し安土城へ逃げ延びていることを願い、近江へ向かい進軍した。しかし明智光秀謀反の知らせを聞いた近江瀬田領主山岡景隆らが瀬田川の橋を壊し、明智光秀の進軍を阻止したため、安土城には秀光を向かわせ、光秀は居城坂本城に戻り、今後の対策を行うことにした。くそ、信長様は見つからず、細川藤孝殿も筒井純慶殿もわしの言葉は信じてもらえぬか。もはや謀反ではないと言っても誰も信じてはもらえぬでしょう。ならば殿が亡き信長様に代わり、これからの天下を治めるべきであるかと。致し方ござらぬか。まずは朝廷に献金し味方につける。利光と申せよ。明智光秀が主君織田信長、信忠親子を討った本能寺の変の真実は未だ謎のままとなっている。さまざまな説が唱えられるも、全てが立証されないままとなっている一番の理由は、明智光秀の動機は何かである。今回の番組での説は、朝廷黒幕説の中でも公家が明智光秀を謀反人に仕立て上げたという雪村の説である。俗に信憑性の高いと言われる金見狂気、
時常狂気、晴れ豊後期など一次資料と呼ばれるものは公家の資料が多くを占めるが、公家が黒幕であれば光秀での動機は見つからないのも腑に落ちる。そもそも動機などないのだから。この後明智光秀は中国大返しにて仇討ちを狙う羽柴秀吉と山崎の地にて戦い敗北、非業の死を遂げる。光秀の自生の国、心を知らぬ人は何とも言えば言え、身をも惜しまじ、名をも惜しまじがある。まさに裏切り者のレッテルを貼られた者の心など誰もわからないであろうという無念さを読んだ句ではないかと思えてもくる。皆様の知る諸説の一つにこの本能寺の変も加えていただければ幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。